するしない。どうも、ひなたいこです。今回も MJ3 万を打ちたいと思います。前回初めてのね、100万総アンコが出たので高みを目指しつつ、ちょっと現実的に、はい、打ちたいと思います。では参りましょう。3万ビンゴもね、今のとこ順調なんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本曲、ドラはリャンピン、プレイヤーは親です。親番です。ドラが1枚。わー、ソーズが多い。なんか竜衣装見えそう。そうですね。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。あー、竜衣装だ。もうチーピンからいっちゃおう。ポン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 。あ、安くなっちゃう。はい、いらないドラ。ソーズが伸びると見たんですね。いろいろ変われば注意層がある。あ、でもトンと吐く、どっちかね。誰が一番最初に仕掛けるのか。こいつでも十分かな。急ぎちゃいますね。メンホンチートイツもちょっと見てますね。あー、さすがにかな。ペイからいきます。あっと、ここで仕掛けていった。ペイ役になるからね。泣かれちゃいました。リャンシャン天です。でもトンが出た。お、初出た。初出た。初引いた。上がりまであと一息です。ポンテンが取れます。これもう竜衣装ならないんで、感してもあれだけどね。ここ高いんで。あ、おー、ちょっと待ってね。想像から行こうかな。さあ、引いた。おー、天杯。シャンポンがいいな。リーチしちゃおう。バイマン天杯だ。バイマンリーチ。しもちゃん、ここはプレイヤーの現物を落とす。ヤンソーとハックのシャンポンなんですけどね、スーソー手出しでちょっと並べるっていうおしゃれな。おしゃれ。あー、スーソーだった。スーソーだ、聞いてた。うわ、これ何、超熱いじゃん。涙ついてくる。上がりきることはできるのか。何、ちょっとなんかこじゃれた感じに行ったら、さっきスーソー引いたし。マジか。均衡を破るのは誰だ。あ、スーソー全部見えたんで、リャンソー切ってくれてもいいんですけど。どなたか、どなたかリャンソーをください。このまま静かに。ちょっと、めくり合いですね。調子に乗った。世の中調子に乗っちゃいけないって言ったのに。やばい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 。あれ、どこ行ったんだろう、リャンソー。連絡取れなくなっちゃったな。お帰りになられたかな。流局、流局、リャンソーもちもちだし、ハクももちもちじゃないですか。なんてこった。パンダこったですよ、もう。親が流れるんですよね、しかもこれね。しかもあれだ、全員テンパイだったから1ミクロも増えなかった。ハイパイについてどう見ますか。これは高い手が狙えそうですね。さあ、ここからどう打ち回していくのか。毎回ソースで染めます。あー、でもこれもう染めないかも。日向、早くもリアチャンネル。ソースの形がいいですね。チュン切っちゃお。手なりでいきます。もう染めない。赤ドラドラなんでね、もういいや。ピンズの両面大事にしよう。まだ静寂に包まれている。つもぎりが続いてしまった。あっと、ここで仕掛けていった。抜かれた。気にしない。手がいいので前のめりに行きたいんですけど。ひなた、あっという間に1トイメン。ピンズが高いんだよね。しもちゃん、一歩も譲らない。なんか空中戦になってきました。リャンピン、リャンピンがない。回転ピン欲しいのに、リャンピンがない。トイメン、トイメンさん、裸短期じゃん。受ける、もう大変じゃん。ピンズは伸びないと見たのか。
いや、ピンズが伸びないんだけど、ジャンピンがないんです。あ、これは取っときます。こう切って、タンヤオですね。キモちゃん、捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。ピンズの変化がちょっと見たいんですけどね。スーピンがないんで、どうかな。スーソーも3枚見えか。ポンしたいな、もう3層とか。あ、4枚見えか、スーソー。ないやないかい。各社どのように打ち回していくのか。あー、これでチーピン、チーソーがない。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。チーソーじゃない、スーソーがない。チャンピン、でもポンテンでも高い。場を制するのは一体誰なのか。なんじゃこりゃー。戦争を切って、息を呑む攻防が続いている。ローピンかパーピンって通るのかしら。ローピンかパーピンって通るのかしら。このまま静かに場が進行していくのか。ノーテンポい私。さあ、この牌に反応するか。ポン。できませんでしたね。ちょっともういいかな。カン。トイメン、ここでカンだ。シンドラはトン。チーピンに受けてて、通ってれば通ってないからよかったですね。なんかちょっと。あのアバターかわいいな。トン3曲、日本馬、ドラはペイ、プレイヤーはなんちゃです。なんかギリギリの最初にプレイヤーのハイパイについてどう見ますか。あ、めちゃくちゃ手がいいです。早い順目でいけそうですね。一体どんなドラマが待ち受けているのか。速さがありますね、確かに。タンヤオー、場は膠着状態だ。到着とね、本場が結構あるんで、仕掛けていくのはありですね。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。ストレートに引けるかな。これは先ほど切ったばかりの牌。ピンズの変化が見たいんだけど。タンヤオにこだわってみました。重い空気のまま場が進行している。あー、これはね、嬉しいな。さあ、引いた。リーチ。さあ、リーチだ。なんかありそうな気がしますよね。しもちゃん、ここはプレイヤーの現物を落とす。各社相手の出方を伺っているのか。リャングピン、リーチ、追っかけリーチ。めくり合いですね。果たしてリーチ合戦を制することができるのか。ひなた、上がりきること、あ、出た、ロンの声がこだまする。幸先のいいスタートを切りました。ひなた、これでトップに浮上しました。ドラヌー1200点。だけどね、それ以外についてくるのが本当に大きい。何一曲、ドラはパーピン、プレイヤーは親です。もう何入だ、早い。日向、先ほどは軽く入りを決めています。これで暫定トップになりました。それでは対局の模様に注目しましょう。うわー、よくないですね。日向、これで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよね。だけどね、パーピンがシュッてこう、シュッて入ってくれたりする。ひなた、波が来ている。ここからが腕の見せ所ですよね。いいそう、2枚切れか。バン、しもちゃん、いきなり仕掛けていった。さあ、ここはスルー。仕掛けた。泣く気ないんで泣きなしにしちゃいます。お、両面
魔を制する人物は一体誰なのか。もうチーソーいいかな。でもイーソーが三枚見えか。リャンソーイーソー、リャンソー三層切っちゃいます。一体どんなドラマが待ち受けているのか。金符になったりとかするけど。場に緊張感が漂っている。ヤフーパーピン引きたい。少し場が落ち着いてきたか。見ていらないね。仕掛けが何点かですよね、これね。ヒナタ、いいシャンテンだ。上がりまであと一息です。いいわね、安全ポーポー。ハク、何これ、はじめまして。あ、チュンが出てきた。各社どのように打ち回していくのか。やだな、あの感じ。トイメン、ピンズを連打している。これは残そう、ハク。各社相手の出方を伺っているのか。おっそう、負けじと動き出した。ハーピン、あらあら、ドラギリですね。ハーピンがない。息をのむ攻防が続いている。もし何か外すなら、ここで噛んだ。おーモロノルの得意だな。みんなよくやるな。スーパーピンが4枚目。キーピン、どうでしょう。このまま静かに場が進行していくのか。スーピンの方が。おっと、シモちゃん軽快なツモ上がり。まあうまく打たれてしまいました。初赤ドラ。ドラドラ。うん。はい。予約かぶりましたが。何二曲。山梨。ドラは E1、プレイヤーはシャーチャです。ここから大事よね。残りの2曲どう打つか。このまま逃げ切りたいところですね。果たしてこの曲を制することができるのか。よく見るウシャンテン。もう見慣れてきたよね。方針が定まってきましたよね。なんか5が普通なんじゃねえかみたいな。ハンマですけどねこれ。ひなた乗っている。4人ならまだしも。あんなに泣かれた。私ハクがあるんで。どうにかなります。なんとかしてやっていける。各社どんな上がりの形を思い描いているのか。ひなた、これでリャンチャンテン。ここからが腕の見せ所ですよね。ドラネポンだけ嫌なんだよな。まだ張ってなさそう。ここはスルー、つもぎりが続いてしまった。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。ゆあ、始めまして、こんにちは。ひもちゃん、ポンだ。さあ、この範囲に反応するか。ここも我慢した。泣きちょっとなしにしちゃった。トーンは安牌ですか。あー、チートイツですね。土田さんの好きなトラ通ってるから切っとった。場に緊張感が漂っている。なんかシャーって安定。トイメン、ここは合わせ打ち。シモちゃん、ピンズを連打している。チートイツなら吐くか。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。親がね、上がらなければテンパイでも。あ、シモちゃん、またもピンズを仕掛けた。サンフロどうよ、恐ろしいよ。うちはトンが手出しなの。あれれれ、なんかちょっと話と違うね。場を制するのは一体誰なのか。究極でももういいんだけどな。息を呑む攻防が続いている。イーピン当たるパターンね。ひなた、手が進んだ。
さあ引いた。テンパイ取るか、ドラもないし。ひなた、テンパった。あら、間に合っちゃった。電極。誰も分からない。二人テンパイです。さあさあ。うん、なるほど。でもこれでオーラスですね。ドラはパーソー、プレイヤーはナンチャです。この試合もいよいよオーラスを迎えています。ひなた、トップなので横に伸びてるからオーラスはない。果たしてトップを守りきることができるのか。ちょっとアグレッシブにいきます。点差が近いから。ひなた、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。3、7差。ひなた、波が来ている。ここから何を引いてくるか注目ですよね。ほら、全然やらないの。切っちゃおう。ここはスルー。あー、なんかちょっと違うね。スーさー、ひなた、あっという間にいい射程だ。コンテン取ります。さあ、この範囲に反応。あっと、ひなた、テンパった。泣いちゃった。あら、ここはドラを引いた。キューピンテンパイ。いや、ピンチが高くなってくる感じかな。少しだが落ち着いてきたか。そんなことない。各社どのように打ち回していくのか。上がりきれれば。ひなた、上がりきることはできるのか。頑張れ。私、想像を連打している。想像を連打してますね。これは先ほど切ったばかりの針。あ、パーピンだ。いや、急に誰か統一っぽいんだけどね。パーソー、ほら、各社相手の出方を伺っているのか。お祈りタイム。特急ピン、特急ピン、出たー。ドン、ロンの声が流れた。見事、もう何も言うことなし。優秀の美を。トップ取りました。ひな、トップを守りきった。さんま、トップ取れた。さあ、というわけで今回はさんま、またまたトップを取りました。よかった。で、跳ね前以上がないので6回回していきますよ。もうどんどん行こう。もう弾全部奪い取ろう。そうしよう。1、2、3、4、5、6、いきます。11番、ハイゼロ。73番、ある。73番、おう、パテが開いてきましたよ。次、38番、ある。すごい開く。いいカード選んだな。次、75、なし。もうそろそろなくなってくるよね、それはね。49、ある。やばくない？ちょっと引きが良すぎない？乗ってるよこれ。次、最後、27番、ありませんでした。ということで、今回何個今開いた？ 2 個。また開きました。結構もうすでに穴ぼこですね。いっぱい開いてます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個だ。真ん中入れて11個。まあ、ビンゴ自体はゼロなんですけど、このペースならまあ3ビンゴぐらいいけるでしょうって感じになってきましたね。いや、乗ってるね。いいね。ありがたやでございます。さあ、というわけで今回もね、見事トップを取ることができました。これはあれなのかな、私がちょっとついてるだけな感じで上手くなってはいない感じですね。この後どこまで伸ばせるんでしょうか。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。では皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。